ゆうしこハミングも最終回なのだ。待たせしました。しばしば邪魔だよ。ここどっちをどうどけたらいいとかありますか？すごいよ、なんか2人とも見えない感じになっていい感じで。2人とも見えない。ちょっとしばしばにはかわいそうですけど、今日はしばしば抜きでいきましょう。今日はじゃあしばしばを、うん、あとこっちのしばしばはちょっと休んでもらって、はい、それはあのしばちかが持ってて、しばちかの肩にでも乗せて、はい、肩これはじゃあ、はい、肩に乗せて、肩で肩れこいつもうちょいこっちに来て大丈夫。ああそれ しばちかが今消えた。もうちょいバック。オッケー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 。行けました？はい。これでみんな収まってます。あ、よかったです。よかった。はい。ちょっとしばちかが遠いけど、もうちょっと近づいてもいいよ。イソチに寄り添うよ。寄り添う感じ。うん。あ、いいですね。収まりもいい感じになりました。行けました。はい。ありがとうございます。ちょっとこの、あ、でもこれで、はい、大丈夫です。はい。さあ、今日も。はい、もう金曜ハミング最後、ね、はい、古谷香織の金曜ハミング最終回、はい、でございました。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。11年間ですもんね。ねえ、いつの間にか。なんか今日テーマこのにしてよかったね、うん。なんかすごいみんな最初から聞いてる人とかさ、ねえ、ね、本当にこの今日はこれからの前から、ね、FM ソックの頃からね、すごい。FM ソック839っていうのがあったんですね。夕焼けだっけ。夕焼けソック839という番組だったらしいです、ね、それただ戻っただけじゃんね。それは一周回りましたね。一周回ってね、でまた忘れた頃なんか、うん、あのホットハミングとかになってたまあいいんじゃないですか。まあいいと思いますよ、ね、そういうのもあるじゃないですか、ね、ということでもう本当に皆さんいつもねたくさんメールいただいて、はい、今日は特になんかお疲れ様メールなんかもね、うん、たくさんいただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。偶然なんですけどね、あのマイホームタウンがたまたま明日やるっていうのは、うん、はい、でそれに伴ってイソッチがちょっと早めに来てくれるっていう、うん、はい、でこれももう巡り合わせのようじゃないですか。そうですね、本当に聞いた時はびっくりしました、うん、ね、それでさらにあのいつもだいたいほら金曜日だとさ取材に出ているセミマルが、はい、いるっていう、ね、すごい、ね、いたらやっぱり捕まえちゃいますよね。捕まえちゃいますよ。ガッて、ね、だから金曜ハミング今までねあのサポートしてくれ休んだ時にやってくれたのが、うん、イソチとセミマルのコンビだった。そうですね、うん、それでしばちかもこの間だったでしょ、はい、もう勢ぞろいな感じだ。そうなのよ、だからあの助けてくれた金曜ハミングの歴代パーソナリティー、おー、すごい、揃ったっていうことですよ。すごーい、ね、素晴らしいじゃないですか。他にもねいろんな人の、ね、力を借りて確かにねやってましたけどね、うんうん、この間はとしさんもね、うん、月曜ハミングの中ではね TV とかを、はい、カオリとのコンビネーションでやってくれたり、セミマルがここやったこともあったよね。ありましたね、多分西さんがいない時なんだろうね、腰を痛めたりした時かな時もあるかもしれないし、うん、あと俺がさ、うん、なんだっけ今日10時から放送するミュージックボックスのデータを忘れてきて、うん、はい、編集してなかったとかもあったんじゃないですか。なんか私カミングこっち来る途中であった、ね、西さん今日の放送の編集はって言ったら、はあ、そんなことがあった、あった、もうあと数時間後に放送なのに編集してないみたいな感じで、それで俺ここにいたら編集できないな。それで多分なんかちょっとセミマルさんここやっててみたいな、ちょっとやってあ、それで一回戻って、ね、1時間ぐらいで、いやいや分かんないですよ、何よあの BG とかいつもと一緒に大丈夫、あのカオリン聞いて丸投げですね説明する暇もないからそれから店に帰ってミュージックボックスに編集して、そうそうそう、番組中に戻ってきたことがあって、ね、ありましたね、もう間に合いましたね。もうそれからあのなるべく編集しましたかってこう言うなるほどねちょこちょこかおりちゃんチェックちょこちょこ言うようにして、忘れるはずないと思うじゃん。確かに忘れるんでちゃんと、ちゃんと不思議だよね人間は、よくできてるね
そうやってあの忘れる能力っていうのが人間の能力の中で一番大きいらしいよね。そう、あの人間がその忘れる能力っていうのがなかったら、うん、痛みとか悲しみとか、うん、そういうものずっと記憶してるわけじゃん、うん、そうしたらねもう生きていけないって。なるほど。女の人も一回子供を産んだ時の痛みを覚えてたら、うん、もう二度と子供を産む。なるほどね。いかにこの忘れるという能力が、うん、大切かを。それとこれとは違うよね。それ違うと思います。今日人数が多いからちょっとふりふりやな。1対3ぐらいの感じだね。1対3ぐらいだもんね。ちょっとこういう力技でいける感じはしない、ね、でもそういう時もありましたね。ありましたよね、うん、というわけで今日は途中でセミマルにちょっと出てもらってね、はいはい、出ていただいて、それでイソチにも出ていただいて、はい、そして明日のお前ホームタウンの話もしていただいてね、はい、ちょうどやってあの話してる最中に、うん、結構みんな蘇ったと思うんだけど、うん、セミマルの淵の美事件。淵の美事件懐かしい。危うく私濡れ着に着せられるとこだった。そうだね、いなかったらあれ分かるよ、そっちがっていう話になってたもんね。分かるよ。あれってなんかそうなっちゃうんだよ。うん、記憶の中でこう入れ替わるんだよね。あの一番最初はセミマルなんかまだバイト的な感じでいたんだっけね。なんかいろいろお手伝いしてる感じだったのかもしれない、ね、そう、もともとほら宮崎とかあっちの地元の局でいろいろ喋ったりもしてたっていうから、はい、うん、そうみたいですね、それの知識とか能力を生かして経験を生かしてここでそういうお手伝いをしてて、うんうん、それで最初にそういうのやってたんですよって聞いて、え、じゃあなんかコーナーとか作って喋んなよって言って、うん、いやでも今結構取材とかそういうのでまだ手いっぱいですからみたいな、うん、本人は裏方、うん、みたいな感じでやっていくつもりだったみたいな。その時喋る方じゃなくて、そう、だからいや喋ったらいいじゃん。だってそんな大手の局だったらそういうふうに住み分けとかあるけど、はい、こういうところではそういう住み分けないし、うん、自分で取材したものは自分で喋った方がきっと伝えやすいに越したことないし、うん、なんかやってみようよっつって、それで今さっきさここの編成のさ、はい、今ちょっとまだ名前言えないけどさ、まだいるかもしれないからさ、大きい声では言えない、大きい声では言えないかもしれない、はい、全然忘れててね。あ、そうやってたっけっつって。そうでしょ。もう10年も前だったね。その時に俺は今でも忘れないのは、うん、それ やろうと思うんですよって言った時に、うんうん、その編成のとある方は、うん、できる？難しいよって言って、うん、あら、え、本当にできるの？うん、って言って、いや他のところでやってたかもしれないけど、うちはちょっと厳しいよ。あ、おそういう感じだったんですか。ちょっと上からこう、なるほど、なんか君にできるのかいみたいな。今どういうセミマルへの頼りっぷり。確かに。セミマル、そうですね。で何かとね頼られてますよね。 その時に俺が大丈夫、セミマルこんな取材もしてて喋っててもトークも、うん、落語とかも好きだし、うん、絶対いけますよっつって、うん、面白くもなると思うしやりましょうよっつって、はい、あ、そう、じゃあちょっとやってみるみたいな。そう、西さんがいなかったら、ね、そうなんですね。今のセミマルさんがいなかったかもしれない、ね、それをね何度もアピールしてんだけど、ね、うん、だけどもう肝心のみって言っちゃった。なしなしなし。肝心のその編成座はもう全然やってたことすら忘れてる、うん、忘れてるっていうね。西さんのアピールが聞かないっていう。ね、でもあれでなんかこう一回取材したことを喋ったりとかすると、それがね面白くもなるし、うん、そうですね、そう、内容も良かったんだよね、あれね、すごくね、うん、そういうきっかけがあって、それで一回お休みして、うん、で戻ってきて、それで月光団とかをね、うん、始めたから、はい、そういう意味ではだから金曜ハミングの最後っていうのは、はい、きっとなんか思うとこもあったんじゃないですか ね、どうでしょう。忘れてたって言ってたけどね。忘れてた。ね、でもその時にイソッチが代わりを務めてくる、あの時は何だったんだろうね。カオリンは何かの仕事が、観光親善大使で、仕事があった、そうだ、式典とか、ね、どうしても抜けられない式典みたいのがあって、ね、まだ今ってさ、なんか3人ぐらいの人がいて、はい、親善大使がいて、それで誰か一人でもいんっていう時が多いじゃない。なんか、そうですね、あんまり3人揃うの逆にないんだって。そんなに、そういう風にみんなでシフト組むみたいにしてやってるんだけど、初年度だから、そうですよね、3人全員でみたいな、ね、そう、初代だからね、そういうのもなんかちょっと探り探りじゃない、うん、
私そこ都合悪いんで休みますって言えるのかどうかもよくわかんないでしょう、ね、確かに言えない感じだったでしょ、ちょっと、ね、そういうのもあってあの結構ピンチヒッターをね、はい、お願いしたんですよね。2回ぐらいやってもらったような気がする、ね、2回ぐらい多分あったよね、うん、なんかあのあそこに行ってた時もあったよ、なんだっけあのサービスエリアに行ってた時とかもなかった？あ、仕事で行ったことありますよ。あの時は違ったっけ？どうだったかな、多分1回はなんか、うん、あの活動を実際始める前の研修か何かで金曜日が必要だったのと、であともう一つが多分なんか式典、そっか、移植式とかがあった時だったんじゃないかなと思うんですよね。移植式は抜けられないよね、うん、なるほどね、どうしてもそういうダメないなきゃいけないっていう、なんか食事かなんかをしたやつ、なんかで多分、うん、その年は合併とかもあったから、うん、そうだったね、合併の記念式典とか、ね、なんかそういうちょっとかしこまった感じの政令指定都市になった年、政令指定都市もちろん後だったっけ、その なる前かな、前か、前市長がまだご存命だった時だよね、うん、あ、そうです、そうです、あ、そうか、最後その翌年には死んじゃった、死んじゃったってあったりと、まだ加山市長じゃなかったですかね、加山さんは助役だった、助役って言ってた 時でした、はい、ね、それでもうね、うん、最後確かその親善大使としてステージに、うん、あのやっぱり市長が上がる時には、はい、確かもう車椅子かなんかで、そうですね、ね、もうなんかだいぶ具合も悪くって、それでその時に香織さんはなんかあのよろしくお願いしますってなんか直接声をかけられたんだよね、なんか喋ったと思います、なんか手を握ってこうそれお尻を触られて、いやいや、え、セクハラ全然そんなんじゃなかったっけ、全然違います、はい、なんかそういう声をかけられて頼むねみたいな感じのことを言われて、それで少しして亡くなられたんで、確かびっくりしましたよね、そうだから香織もね相当ショックを受けてたのを覚えてるんですよ、なんか、あ、だから親善大使をやるっていうのはそういうことなんだなと思ってね、なんかね、そんな、はい、時からもう観光親善大使ももう10代目、そうですね、10代目ですからね、なんですよ、はい、もう旦那が早いわよね、早いわね、もうね、本当にね、まあだから今日はそういうわけであのセミマルさんにもだから揃ったのって本当にちょっと偶然に近いというか、ね、そうですね、奇跡に近いようなタイミングで、すごいね、集まってくださってね、僕もちょっとあの思い出深いことがいっぱい蘇ってきました、皆さんのメールでね、はい、まあ、その割になんかリクエスト特に関係ないやっぱ好きやねんとかねやっぱ好きやねんってね、名曲だよね、一回ねあの長さ的あ、あのなんだっけ、真上さんがくれたリクエストがね、うん、はい、かけられなかったね、松戸谷由美さんのスイートドリームスがかけられなくてごめんなさい、はいはい、なるべくかけたいと思って、はい、あのあと世界の本田さんはノーレインノーレインボーねくれてたんだけど、ごめんなさいね、これもかけられませんでした、かける隙がなかったです、イグロさんのくださったマイリトルラバーもね曲がなかったんです、うん、本当申し訳ない、ごめんなさいね、せっかく今日は最後のリクエスト、まあ来週からもリクエスト来るんだけれども、そうです ねそこは変わらずなので、そうなんですよ、特に変わんないんですよ実を言うタイトルがね、タイトルそんな変わんないんですよ、帯としてね、そう変わる、だから香織さんとかあんまり変わん大変じゃないんですよやること同じなんですよ、誰が大変ってさ、それが変わる時の音楽を用意したりさ、そうだね、裏方の方が大変だよね、 BGM をなんかあのそれこそ編成の人なんか何百曲も聞いて、うん、セレクトすると、ね、大変なんですよ、大変、本当にさらっとぶちっぽいだからね、リクエストも全部本当はご紹介したかったんですけども、あの本当はねあの最後ギリギリ収まるのがいつもの時間で計算すると、はい、まあ、抱きしめたいトマトさんの早くからもらってたし、うん、あのやっぱ好きやねんもちょっと早めにもらっててずっとかけてないんで、この2曲はかけたいって言って、うん、で順番を誤ったよね、なんか抱きしめたいをかけて、うん、でやっぱ好きやねんがかかりながらこれが金曜ハミング最終回の最後のリクエストってどうなのやっぱ好きやねんつって終わった、いい歌だけどね、いい歌だし、名曲だけど、ね、俺も大好きだけどさ、俺が大阪の曲なら何でもないですか、相模原だからね、相模原の古谷香織の金曜ハミングでやっぱ好きやねんつって
終わるのはどうかなと思って。確かに。それでもうギリギリその曲の途中でごめんやっぱありがとうもかけていいかなって、うん、それでありがとうかけて綺麗にしまったんじゃないですか。綺麗にしまった感じがしますよね、はいはい、皆さんもたくさんの、リクエストそれからメッセージありがとうございました。ありがとうございました。来週からは、夕焼けホットという番組になります、はい、さっき、うん、曲の方も三上さんからあこれでいけますね。あ本当ですか。じゃあそれが使われる感じ。はい。どの段階で。まだ完成。火曜日に流れますよ。だから番組スタート。曲がね。曲が。かおりちゃんが急に動揺するっていう、ね。あ急にスケジュールみたいなこの動揺がね。あのねえ。何？ま、今の状態で流れる感じですか。今の状態じゃ流せないですよ。流せないんですか、うん、だってデモだもんまだ。そうですね、スケッチ程度のことですから。そうです、ね、歌詞できてないよね。歌詞もできてないです。歌ってもいないよね。歌ってもいない。そんな。そ、ま、火曜日どこまでやるんですか。さあいろいろドキドキ怖いよ。頑張っていかないかということで。怖いね。ユーストハミングもだからこれが最後に、はい、そうですね、一応ハミングとしては、はい、なんだっけ何に決まったんだっけ。結局ユーストホットユーストホットになって、ハッシュタグもシャープユーストホットに決まったんだよね、はい、というふうになりました。こちらの番組もですから今日が、シャープ金曜ハミング、はい、ユーストハミングが最終回でございます。ハッシュタグもねじゃ変えたりとか、うん、あれユースト配信の、そっかユースト配信本番やってる時のは？ん？本番やってる時のハッシュタグは？夕焼けホット？ああ、全部一緒になる。シャープ夕焼けホットになるか。そうね。そうだね。まあ曜日で9月金曜ホットとかにしてたらいいじゃん。本当金曜ホット、金曜夕焼けホット。金曜夕焼けホット長い。長い。夕焼けホットかな。なんだろう。夕焼け金金だけつけるっていう。そのね曜日の区別がね難しくなっちゃうね。焼け金。いやいや。なんでそこを残すんですか。焼け金よくないの。いや。焼け金がちょっと違う。実はこの金曜ハミングの時もね。実は古谷じゃあ金曜ハミングにしましょう、うん、で古谷香織のっていう冠をつけさせてもらいたいっつって、うん、古谷香織の金曜ハミングっていう番組になったんですけど、これどう訳しますっていうふうにね、うん、そのまた編成の人の話ばっかりして悪いけど、うん、でまあ無難に考えて金曜ハミング金ハミですかねって言って、うんうん、そして編成の方がハミ金はハミ金嬉しそうにハミ金面白いですよね。ハミ金いいじゃないですか。小学生か香りのハミ金っていいじゃないですか。嫌ですよね絶対。一生懸命香りに全力でセクハラしてましたからね。一回も言ったことない。香りのハミ金っつってね。もうプッシュされたんですけどスルーさせていただきました。あったよね。ありましたね、そんなこともね。ね、今回もどんな目に遭うか分かりませんけど。とりあえず番組名が変わるので、はい、もうハミングではなくなっちゃうんでね。はい、そうです。夕金ね。夕金。夕金。週刊金曜日。関係ない。それ金ちゃん。焼け金も違うな。金焼け金。金曜ホット、あれ夕金ホット、金曜ホットがなんか収まりいい気はしますけど ね金曜ホットホット金融っていうのはどう。いやなんか違う。どこのサラ金ですか。また全然ちょっと違うから。こんばんは、ホット金融です。違う、竹内力。そう。
金曜ホットいいじゃん、ね、金曜ホット今のところ、まあ、なんか使ってる人はいなさそう、金曜夕方のホットだから金曜ホットにしようよ、金曜、あ、じゃあホット金曜にしよう、だから本当に金曜会社にしようね、もう、うん、金曜ホットなのかね、ですかね、よそとかぶったらねまずいですからね、そうなんだよね、またね途中で変更するのも大変だしね、うん、そうだよね、なんかだいぶかわ、なんかいろんな番組でかぶりそうですね、確かに、もうすでに土曜ホットミュージック、土曜ホットって言ってるんで、ああそっかそっか、そうだよね、なんかどんどんかぶってきますよね、そうだね、早もん勝ちかこれ、そうかもしれないそうです ね、 ね、じゃあ FM ホットにしよっか、いやいや曲名になっちゃう、早い者勝ちで、いやいやいや、まだ空いてんじゃね、そういうことかな、もう誰にも使わせない、いやいやいや、そんなね困るんだよね、うちの FM ホット勝手に使われるとそんなの何がいいかね、キントロホットじゃないよ、トドほっとけないよ、キンキンキンケロンパシャボン玉こんにちは、ハミキンカオリンユーキン、金曜ホット、土曜ホットミュージックがあるから金曜ホットでしょうか、うん、そしたらしばしかは金曜ホット土曜ホットって続くわけだね、そうです ね、 ね、それも分かりやすくていいんじゃない、金曜ホットですか、金曜ホット、金曜ホット、え、そっか、そしたらそのまんまユースト配信の時もユースト金曜ホットになるんだよね、ハッシュタグはね、途中で変えないもんね、ちょっと一回みんな落ち着こう落ち着こう、落ち着いてる、落ち着こうネーミングがユーストホットになっても、うん、ハッシュタグはあれ、ハッシュタグシャープユーストホットまで決めたのにね、だいぶ練ったんですけど ね、うん、ね、そうだよね、え、でも途中でハッシュタグ変わんの変だよね、こんな簡単にひっくり返るあんなに先週一生懸命あの1時間、ね、2時間ぐらいはかなり白熱して考えた、そうだよね、いやこれ違う、これもこれもないし、これもって言ってたのも今の段階で、あ、こんな簡単にあれねえ、嘘どうする、金曜、もう最初から言うとホットそうだよね、夕焼けホット、夕焼け、夕焼けホット金曜日、ゆっほきん、西さんはねどんどんそこちょっと違う方向に行っちゃうんだよね、今ならひっくり返せる、ゆっほゆっほ何ですか、分かんない、何ですか、あの分かんないときはスルーするのが正解今西さんしか面白くみんなハテナマークですよ今、まあ、西さんだけがなんか楽しそう、なんでユッホユッホって楽しくないの、みんなでユッホ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 それユッホユッホそれ動きは必要なんですか、ほら全員笑ってもったこのぐらい頑張って押せば笑うんやね結構力技だったけどねどうしよっかね、金曜ホットでもそうだよね、金曜日に他の番組が何か、うん、まあ今んとこはないけどな、何か局がね、あの局の看板を背負うような何か新しい番組を金曜日にスタートってなったら、うん、金曜ホット後で高く売るか、高く売る売るんだお金で、シャープ金曜ホットが欲しかったからこのぐらいは出してもらえんとな、なんか悪な悪悪が生まれてきたよ今一面がうちも言いたかないけれどまだ続いてた夕焼け金融か、これ夕焼け金融あー怖い、夕焼け金融どうしようかな、ホット金融だよ、あ、ホット金融だよ、夕焼け金融かわいいよ、かわいいよ、かわいらしい、こんな人出てこないよどうも夕焼け金融でちょーって出てくるよねそこもお安くしておきましょうっていう感じだよね、きっとね
すっごいここ数分全く身のない話で本当ちょっとしかも何も決まってないけれども全然進んでないね、うん、そうかその前の番組からのハッシュタグの延長っていうのを考えなかったねっていうことだよね、うん、だからユーストリームの方ではユーストホット、うん、でいいよねって名称もね多分ねもうユーストリームも廃れてきてるからもう今更ね新たにユーストリーム始めようって番組もそんなないでしょうし、うん、ユーストホットでいいんじゃないでしょうかよしじゃあユーストホットは番組名としては決まりユーストホットで夕焼けホット金曜日なのかねやっぱりベーシックにそうねなんかシンプルに言うとメールをもらおうとしたら夕焼けホット金曜日当てとかいう感じ、ね、って感じになるんじゃないかな、うん、夕焼けホット金曜日夕北金違うで違うじゃ今の俺滑った感じだったのは俺じゃなくてこうムツゴロウがここに北金って書いてるのをそれの前に俺が夕をつけただけやから、うんうんこれはもう半分以上ムツゴロウが滑った。でも読んじゃった西さんにもね。そうだよ。読んじゃった西さんにもちょっと責任が。じゃ。だってさ、漫才を書いた作家がいて、その漫才をやったコンビがいて、滑ったら漫才をやった二人は作家を責めるでしょ。だけどお客さんは漫才が面白くなかったっていうだけでお客さんは漫才師をね面白くなかったなっていうだけさあじゃあちょっとね今日も数字をどうするんですかこのネーミング問題ネーミング問題ねフルキンホットネーミングは決まってんだよネーミングはだから、うん、あの夕焼けホット金曜日とユーストホット、はい、これは決まりなんですあじゃあハッシュタグだね、はい、共通の共通あごめんねちょっとポッポがちょっとポッポ出てきたポッポならいいじゃないですかほっといても最近ポッポ捕まえるのが楽しくってそうなんだポッポマラソンしてんのちょっとね分かってねあのポッポが毛づくろいしてる瞬間で絶対捕まるんだよね、うん、そうなんだそこ油断してるっていうことですかそうポッポがこう毛づくりした瞬間にポンっていくとすごい気持ちがいい、そうなんだポッポが逃げた時ほど腹の立つことない本当腹立つよねボンって消えた時とかねお前が逃げるなんていつも思うポッポのくせにってうそう思っちゃう悪いけどすごい3人共通してうなずいてる共感してますねわかるわフライホットユーストムズゴロウさんがうせーって言ってカオラジ西ラジみたいな西ラジにね対抗してねなんだろうね何がいいだろうねうーんみんなどういうのを使うかな、うん、インスト配信とかする人はいないのか今多分ねやってなさそうですよ今この夕方の時間帯では大変だもんね、うん、じゃあユーストえさっきのなんだっけユーストホットだっけ金曜ホット金曜ホット金曜ホットです、ね、金曜ホットユーストホットそうだね金曜ハミングが金曜ホットに変わった、うんうん、一番わかりやすいかな、うん、そうですねハミングカタカナだったけどさホットはハミングは土曜ホットミュージックはどっちですね HOT HOT です金曜ホットにするじゃん HOT にする HOT シャープ金曜 HOT はい、うん、収まりはいいそうね、うん、それでいいシャープ金曜HOT 金曜は感じでねコイキングに逃げられた時もいらっしゃるあとコラッタねコラッタは最悪コラッタとコイキングとポッポはね、うん、いいじゃないですかこれで金曜ホットで、ね、覚えやすいですよ、うん、決まりましたなんか初心に帰った感じも、ね、戻りましたね先週と同じことハッシュタグのハッシュタグはあの共通で金曜ホット、はい、シャープ金曜ホット、はい、HOT で金曜ゴールドとかわけわかんないこと言うからまたややこしくなるでしょそうイグロさんが書いてくださったように金曜ホットで大文字小文字って変わるんですか一緒だよね多分変わんないとは思う、うん、まあでも大文字推奨大文字にそうですねそうだね、うん、土曜ホットもそうだってそうです、うん、はい
そうしよう。はい、決まった。決まった。よかった。カオリンちゃんと忘れないようにメモしておいて、ね。はい、今書いた。俺はあと1時間したら忘れる。忘れちゃう、ね。1時間覚えてられるから。人は忘れゆく生き物だから。そうね、人は忘れゆくから、ね。今日はだけどその最終回どころじゃないぐらいいろいろ大変なんですよ。俺の頭の中はもう今マイホームタウンでいっぱいだしさ、明日のね、私もですけど、私も半分もちょっとそっち持ってかれてる感は。T シャツはマイホームタウンボリューム2の本当だね、すごい、うん、その T シャツかわいいよ ね、 これね、俺が着てるとなんか変な形に見えるかもしれないけど、四角、普通の人が見ると四角なんですよ。そうです、普通の人が着るとちゃんと四角いんです、うん、懐かしいよね、はい、これは 2回、ね、第2回の時のやつだよね、はい、とってもいいデザインよね、ベンちゃんがいつもいいデザインするんですよ、ね、それでいそっちが来たのもね、はい、まさに明日のライブがございます、ね、大変ですよ、もうすいません、いろいろとわがまま言いまして、いや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 、昨日はね、香里さんも大変でね、リハしましたね、最後一昨日昨日とね、はい、アコステの後にもちょっと、うん、やはりで昨日もわざわざそれのためだけに、はい、ちょこっと時間を作ってもらい、やり、うん、それでまあリハーサルっていうのはそうなんですけど、リハーサルやったからといって安心できるのかといえば余計緊張するぐらいなね、余計緊張するぐらい、前中学校の合唱祭の時の小川先生がいつも言ってたんだけど、うん、緊張というのは練習を重ねれば重ねるほど緊張するものなんです、うん、それでいいんです、はい、お先生、自分がどん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 それはレベルが上がってるということなので、ね、大いに緊張しなさい、かっこいい、はい、緊張します、それで俺緊張してガチガチになって歌手が飛ぶっていう、 ありがちな、裏目に出ちゃった、そうそうそう、いいのか悪いのか、そうなのよ、そんなこともございました。明日はなんかいろんな意味合いがあるじゃないですか、タミヤとシヒコ の、うん、正式復活ライブでもあるでしょ、そうです、そうですね、ね、うん、意味がないの本当鈴木啓一ぐらいだよね、ええそんなことない、まあ、リリース直後だ、そうですよ、CD のね、リリース直後の、そうそうワンマンやったじゃん、もうリリースしたけど、したけど、じゃあいいじゃん、もうタミヤさんの右腕ですから本当だよね、うん、それでしかもなんか啓一が、あれ順番ってもう発表してあるの、してま、あ、わかんない、発表タイムテーブルは聞いたけど、発表はあったけどしてたかな、ちょっとタミヤのブログでも確認してるそうだね、じゃあ俺から言うのよ、カオリにちょっと間違って言ってみ、言わないね、情報が漏れるのはいつも西さんから、そうびっくりした、西さんから情報が漏れてていろいろちょっとライブの当日までお楽しみ取っておこうみたいな感じで、そうそうそう、もったいぶってると先に西さんがポロってそうか、ラジオ番組で言っちゃうんだよ ね、 言っちゃうんだよね、一応ね、タミのブログでは発表してないみたいだった、うん、じゃあちょっとそこは伏せときましょうよ、誰が鳥なのか、誰が鳥なのか、ね、ここまでの流れで大体わかるけど多分ねでも私は何も言ってない、私も何も言ってない、あ、また俺また俺に全部かぶってくるやんけ、感動いい人はね、そうそうそう、ね、させていただいて、大変ですよ、だからもう、うん、ね、そのタミヤの思いもある、それで久々にやるから今度 T シャツもついてるじゃん、そうなんです、 T シャツつきます、ね、そうなんですよ、 T シャツ付きで2500円、安い、まあ、ドリンク別ですけどね、うん、本当に T シャツ代ね、そうだよ ね、 T シャツ買ってライブも見られちゃうと思えば、それでカオリンとイソッチの、でイソッチも久しぶりだもん ね、私ライブが本当に1年2ヶ月ぶりで、あ、そう、それまで何やってたかちょっともう記憶がないんですけどその1年ねえ、なんかバタバタなんかライブ しようかなしようかなと思ってるうち1年経っちゃって、そうか、はい、大阪でもでもいくつか、はい、出たりしてるところあるんだよね、年に1回か2回はやってたんですけど、うん、ちょっとご無沙汰で、うん、ちょっと仕事しかしてない、うん、ね、1回ちょっとねお休みちゃうとなかなかねなかなかまた再会っていうのもね、いそっちのだってブログ見るともう阪神のことと従業員の話しか出てこない仕事場のね、そう、仕事の愚痴か阪神の愚痴愚痴しか書いてないあと夕飯のメニューね、そう夕飯のメニュー書くと必ず誰かお気に入りしてくれると思う、なんでか知らないけど何の参考にもならない、いやそんなことないんじゃない、ちょっとそれを見てうちもこれ作ろうみたいな感じなんじゃない、ね、俺もそのツイッター見ながらなんかちょっと寂しい気持ちがね、歌っているはずなのに、だんだんただの大阪のおばちゃんになっていく、ライブのラの字も出てこない
そうそうただの仕事してる主婦になっちゃってる。前は結構ねあのリハ入りましたみたいなとかちょこちょこあったんだけどね、もう全然もう安心の話ばっかり。そうでもなんかそのねまた再会するきっかけを作ってもらえるっていうのもね。そうなんですよ、ね、復帰するにあたって出てほしいって連絡もらって、しまいにはもうこの間の広島戦のことを阪神を代表して謝ってたからね。だってあの時阪神が勝ってれば広島は地元で優勝できたもん。そういうね、あの子たちが勝てなかったから、あの子たちが下手したら移動日に優勝になっちゃうとこだったんだから。本当ちょっとなんかね、そう本当その人に一生許してもらえないと思ったもん。それをなんでそっちが謝っとんねん。あでもツイッターで検索したらめっちゃみんな謝ってました。あ本当阪神ファンだけ謝るんですよ。そっかそっかそっか、はい、なるほどね。メモリアルクラッシャーがいるんですよ阪神には。藤川球児っていうメモリアルクラッシャーなんですよ。メモリアルクラッシャーなんだ。はい、あそう、そうそ、これまでもいろいろやってるんです、いろんなことしてきてるんですよ。そうなんですね。そあそれでそれで固めと書いてるのっつって、あのさっきムツゴロウさんが、はいはいはい、ああなんだっけ普通の時とがあって、かっこ固めに最近なってんだよね、うん、普段は普通ってしてるんですよ、テンションが普通っていう意味 で、 で普通最近固めにしたんですけど、それは別に普通じゃない時は なんて書いたらいいかなと思って、うん、歯ブラシのイメージただ固めって書いてるだけなんで特に意味はないです。ラーメンは麺固めが好きです。あまり私のやることに意味がないので、あんまりね深く考えられると困るんですよ。なんか意味があるのかなって思っちゃったけど、ね、思っちゃうね、なんかね歯ブラシだったとはね。そうだからただちょっとこう書いてみようかなと思って、うん、ノリで書いてるだけだから気にしちゃダメ、うん、だそうです。答えられないもんだって意味がないから、すいませんでした。そういうことだそうです、はい。まあまあだからそんなイソッチですけれども、久しぶりに町田ウエストボックスで、はい、そうなんですよ、歌ってくれるっていうんでね、はい、もう楽しみですよ、ね、本当に。なんかねあそこ順番いっちゃいけないんだ。危ない、ポロッと、そうそうポロッといっちゃうからね、気をつけないと。かおりさんも内容は言わないんですもんね。内容言わないよ、言いてそう、あ、これじゃもなんか仕掛けがあるのね。一日我慢してくださいよ。あと一日だよ。そう言ってもういいんじゃね？いやダメだって。今一番ダメだって。そう。あと24時間でもライブ終わってるから。今一番ダメだって。そうですね。そうか。今一番ダメだよ、ね。今本当一番。ここまで言わなかったら言わないでいきましょう。みんな明日に向けてテンションね、そうそう、お客さんだってテンション上がってきてると思うから。楽しみになってくださってると思うので。そうね。そう。いやでもみんなあの。の中では、ね、あのこの2人のなんか今回の意気込みがやっぱり選曲とかそういうのに出るじゃないですか、はい、もうね言いたい。ダメ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 。なんかねやっぱタミヤさんに誘っていただくとなるとそうなんですよ、やっぱちょっと気が引き締まるというか、そういう存在なんですよね、うん。俺がライブをお願いしてもなんか当日まで曲順とか決めないもんね。誰の話か。もうええやん。まあね、ちょっとそれは置いといて。置いときましょうか、今日。そうね、明日までは置いておこうかね、ちょっとね。置いときましょう、はい。置いとくんですけど、うん、とってもね、素晴らしい内容になること間違いないので。はいね、楽しみだな。私もそっちもね。ね、ちゃんと気合を入れておりますので、そう今ポロッと順番が分かりそうなこと言いそうになった。危ないよ、みんな危ない危ないもん、言ってしまい言ってしまい、リスさんからの影響が、俺以外のやつが言ってしまい、いや明日ためにしばかれるよ言ったら。まあまあまあ、はい、そういうライブなんでね、明日はぜひ、うん、ぜひね、そのタミヤのステージも楽しみですね、本当に楽しみ、ぜひ町田ウエストボックスで、はい、はい、マイホームタウンリターンズT シャツをゲットしてもらえると嬉しいです、ね、そうぜひよろしくお願いします。お待ちしてますっていうお話がまず一つあり、はい、でまあ金曜ハミング最終回、はい、ウエストハミング最終回っていうのがあり、はい、それで、あれですよ、あのもう皆さんねタイムラインの人 お待ちかねかもしれませんけれども、ちょうど今、はい、本当に今日、はい、今日横浜の高島屋で青鬼さんがね。そっちか今日の若者を売ってるって、ね、今日行きたかったんですよ本当は、ね、俺も時間がちょっと足らなかった、俺もどっかのタイミングで行こうと思いながら1週間ぐらいやってるんですよね。そう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 、うん、そうなんです、うん、であのこの間ザカさんが行ったり、うん、
ムツゴロウさんがいたり、ね、行ってらっしゃいましたね。今日塩かけさんがいたのかしら、なんかさっき一緒にね聞いてますって聞いてますって言ってた、言ったけどもね、うんうん、いつまでだ、だから連休明けぐらいまでなのかな、 11ぐらいまでやってるのかね、うん、青森さんが夜8時ぐらいまでなんだよね、はい、横浜の高島屋で、なんだっけ、今日のなんとか店みたいな、老舗名宝店みたいなやつ、そんなやつ、そんなやつ、横浜の高島屋近い方はぜひ、可愛らしい若者がね、はい、結構忙しそうだね、それでね、うん、ぜひ皆さん、なんかいいものはなくなっちゃうかもしれないんで、はい、早めに見ていただいて、ぜひチェックしていただきたいと、はい、タイムラインでも阪神ファン謝ってる方いらっしゃるみんなのこと代表して謝りたくなる、あれは本当にすいません。あ、そう、はい、まあそんなこともありましてですね、はい、それそういうまま大事なお知らせだけ、ね、あるけどね、うん、っていうお話もあったり、もうだからいろいろ本当にもう、あるある、もう情報満載なんですよ、うん、そうですね、だから、10日の日、まだ青鬼さんやってると思うんですけど、はい、10日の日には、うん、僕は横浜でライブがあります。おお、祝日ですね、そうなんですけど、でもその翌日の11日には始まるんです、うん、もう新番組、そうですよね、そうだ、火曜日からスタートだもんね、どういうスケジュールになってるんでしょうね、バタバタと、ねね、何する、僕はライブをしてていいんでしょうかね、わかりません横浜行ってね、寝る時間っていうものが ね、どうなんだろう。第57回今日の名宝店、名宝店、名宝店、ありがとうございます、万宝店みたいだ ね、 なんかね美味しそうだよね、美味しそうだね、うん、ここはねこの時期ですねみんな乗ってはくれる軽く ね、 ね寒い空気が流れてくるのは変わりはないんだけど、そんなイベントもございまして、それで11日から新番組が、はいね、スタートするので、夕焼けホット、はい、そうです、夕焼けホット839です、はい、でいろいろ変わりますよね、そうですね、まずテーマ曲とかも変わるし ね、 ね、え、そうだよ意思の疎通あと、まあ、放送時間もね、月曜日から木曜日変わるしねって、だから俺今それを作ってんじゃん、そうだよね、そうでしょ、うん、何が変わるっていうと、ほらまずはやっぱテーマソングが変わるしなと思って、他の番組はだって今まで月曜から木曜までは5時から7時だったのが4時に全部通知されますから、大きいよね、1時間1時間増えるのね、他のパーソナリティの人はチッと思ってるかもしれないですよねなんで早く来なきゃいけねえじゃん1時間入りが早くなるからね、うん、古谷がずっとやってるからだろう、なんでだって私が来た時は3時間だったのだからね、3時から7時に全部なるの、あ、4時から7時そうですよ、全部なりますので、はい、でコーナーもだから他の番組他の曜日は増えたりとか、はい、そうですね、1時間分ね、うん、金曜日もちょっとコーナー増えたりとかね、若干の今までのものはほぼ残りつつ若干増えそうそうそうたり、うん、そう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 減ったりね、うん、これ2つ11日までやんなきゃいけないものがあるんで、あ、そうなんですか笑ってる、もうちょっとえ、考えても時間がない、ええ、え、え、笑っちゃってる、今なんか気がつきましたえ、ちょ怖い怖い怖い、え、8日が8日が明日がライブ、8日が土曜日、はい、マイホームタウンがございます、はい、うん、で9日は日曜日、はい、これは僕は何もないのでございますか、そうですねウエストボックスでは昼夜イベントやっております、昼夜イベントやってるんですか、昼夜クラブイベントがあります、僕はじゃあその後ろでアコースティックギターを弾いて録音とかできないわけですか、できないですね、アコギは難しいですね、バンドバンドスタジオ撮りましょうか私で月曜日は僕はライブに行くんですね、はい、横浜にね、はい、火曜日スタートですね日さん日曜日しかないっていうことなんですね、はい、そうですね、何かをされるのであれば金曜と土曜はクラブがあるんですよね、確かね、そうですね、金土日とあります、日曜日あんの、ちょっと待ってよ、祝日前なので、はい、今日からいやいやいや3連チャン、それは困る、それは困る、それは困る、それはちょっといやいやいや、入っちゃってるもん、イベント入っちゃってるんで、日曜日はやめてもらっていいかな、いや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 、もう入っちゃってるからねキャンセルで、いやいやいや、それはもう無理でしょう、シャッター閉めちゃうよ、いやそんなまずいまずい、そんな、そうなんだ、3連チャン、そうなんですよ、忙しいんですよ、ウエストボックスの方も、え、日曜日もあるって俺知らなかったよ、いや知ってました、みんな
スタッフはみんな知ってました。はい。あれ？あれ俺だけ知らないや。ちょっとクラブが入るから昼のイベントは9時までって。マジっすか。本当だ、日曜日にクラブイベントが書いてある。あるんですよ。え、俺いつレコーディングをすればいい？本当。どうしようか。日曜日にどっかスタジオを抑えるか。え、だって打ち込みとかあるから全部機材持ってかなきゃ。そう、大変ですね。パソコンからなんか。そんな話を今ここで誰に相談してんだよ。ねえ。リスナーさんびっくり、びっくり。お前がなんとかせえっちゅう話ですよね。わあ。まあちょっと西さんが大変なんだなっていうことだけは皆さんちょっと分かった。西さん生きてください。早朝はもちろんやってるんですよ。早朝はね、うん、朝その撮ってるところがさ、うん、ちょうど上を人が歩くと、はい、まあ入るんですよね音が。あ、コツコツとか。そう、なるほどね。上が営業を始め、もうなんかゴミとか取りに来られるとしばらくゴミの車がなくなるまで。ああ、そっかそっか、そういう音もね、待ってなきゃいけないとかね。本当にちゃんとしたスタジオがないと大変ね。うーん、まあまあまあ、それで11日までに、はい、もう笑うしかないでね。もう笑ってこっさパニック。あ、そう。はいはいはい、はい、納得させて頑張っていこうと思います。頑張ってください。夕焼けホット839、ぜひ、はい、こちらの方もお楽しみに。はい、楽しみに。以上か。じゃあ数字当てをしますか。はい、数字決まっております。数字はもう、はい、今日はゲストに来てくださった、はい、イソッチが、イソッチが、はい、はい、決めました、はい、あ、今日かけるの忘れた、あなたと掘ったんです。あ、どうしたんですか。お、また何か思い出したよ。ね、本当だね。なんだろう。先週の金曜日にちょっと、はい、計算したいんだけど、先週の金曜日に計算、うん、あと10日で、うん、10日ぐらいで、うん、あなたとホット839をカンパケにしてほしいって言われてて、うん、そこでもう局でその完成品として流すっていう話をもらってて、はい、うん、はい、先週の金曜日でしょ。それ10日後っていつ。10日かな。10日ですね。締め切りほぼ一緒みたいな。ねえ。これはでも圭一さんが歌ってくれないと終わらないからね。圭一さんがまだ歌い入れしてないんだよね。そうですよね。明日早く来てもらえば。ああ、そうだ ね。それかリハを巻きでやって、うん、終わった後は無理だから、ね、そう、前しかない、前しかないね。明日だね。でも前ならなんとか時間作れるじゃん。ちょっとね、お昼ぐらいに来てもらう、ちょっと早起きして来てもらう感じかな、うん、そうするとさ、もしかしたらだけどさ、うん、俺も早起きしなきゃいけないから。ですよね。じゃあやめよう。それ、え、どういうこと。10日カンパケですよね。どうぞ。10日納品、理由が、やめる理由が。西さん早起きができない。西さん、うわ、ちょっとまあそれは忘れよう。一回ね、一回忘れよう。一回置いといて、一回置いといて ね。でも明日の朝ぐらいに思い出す。そういろんな人が今日最終回っていうので、うん、心配してる人もいらっしゃってね。はい、中にはメールで、かおりさんお疲れ様でしたっていうね。そうですね。これから来週からかおりさんの声が聞けないと思うと寂し、ちょっと寂しいですねって。ね、すごく寂しいですって書いてくれればいい。私結構継続継続って言ってる。言ってますよね。そこが伝わってないけど、なと思いながら。11年間お疲れ様でした、うん。これからちょっと寂しくなりますねって。ね。ちょうどいいところで聞いてたんでしょう ね。今回が最終回でとかっていう、うん、香織さんはこの後毎週金曜日はゆっくりできるのかななんて書いてありましたよね。書いてあります。なんでやめてほしいんかいって思われる思うぐらいな。ちょっと伝えるのって難しいなって難しいよね。思いました。最終回っていうとそのインパクトがね。そうだ ね。確かに書き方が難しいね。難しいですよ。さあ、そんなわけで、まあ、最終回とはいえ、はい、まあ、ちょっと番組の内容がリニューアルして、はい、リニューアルして継続です。私はで結構さ、俺も今怖いのは、うん、ユーストリームに用意してるそのいろんなやつが、うん、全部ハミングになってるわけじゃん。
ね、変えなきゃいけない感じですよね。いいよ、変えなきゃ。インストはもう順次でいいじゃないですか。そうそうそう、ね、後からでもいいですよ。ちょっとずつにさせてくれる、うん、まず放送をね、やって、ね、そうそうそう、順次順次、ね、なので皆さん、あの来週もあのユーストリームのテロップがユーストハミングとかキーハミングになってても、あの、うん、突っ込まないであげてください。一切突っ込み禁止なの。NG です。そーっとそーっとしといてあげてください。大変なんだなって思ってくれれば、時期に変わります。そうそうそう、だって来週の金曜日俺無事に迎えられる気が全くしないもん。本当、うん、来週の金曜日、その前に火曜日が、そうだね、そう、あと火曜日だけど、俺が生きてるかどうかもよく分かんないよ、ね、生きて、なんかそこは頑張っていきましょう。だって俺がその辺の締め切りを全部ぶっちしたらさ、うん、そしたらもうなんかどの面下げてこの曲に来れるっていう。そうだよ、ね、確かに、ね、そしたらなんか引きこもるしかないでしょ。引きこもるんだ。ずっと家で膝抱えてこう、いっさー出てきてくださいっつって。じゃ引きこもないようにそうつっつきますから、うん、応援していこう。磯の字からに白地の時も徐々にだったもんね。そうそう、そう、いろんなものは磯の字のまんまでずっとやってたもんね、うん、SS とか最後まで磯の字のまんまありありね、うん、そういう風になりますので、はい、よろしくお願いします。ご理解のほどよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、あとあのこれが今日終わったら、あの福耳のコラボメニューを、はいね、はい、おうどんを食べに行きます。イエイ。僕はそばを食べに、そばもでも大丈夫みたいな、うん、両方あるみたいですね。そば、ね、を食べに行きます。今日はだから最終、これが終わった、このユーストハミングが終わった後は最終回の打ち上げっていうことで、はい、ウエストに集合っていうことになっております、はい、皆さんもし遊びに来られる方がいたら、ね、今日は今日は、うん、まあ、人人数にもよるなですね。いくらだっけ、570円って言ってたっけ、なんか坂さんぐらいだったかな、ね、確か、うん、で、まあ、その端数は持ちましょう。70円だったら70円分は私が最低でも持ちましょう。おう、プラスプラス、まあ、あとは俺の機嫌次第。機嫌期限次第か、ちょっと締め切りがね、うん、きついのを知っちゃったから ね、 そうね、どうやって期限を良くしてもらおうか、気持ちよくなんか、うん、あの俺がこうなんかこうキャバクラにいる時みたいな気分になれれば、ね、何それっていう感じになれれば、気分になれればね、うん、そしたらかなりもうわしゃ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 わしゃしゃって女子が多い方だよ。そうかそうか、どうかな、もうちょっと出しますよ、ね、うん、だもしかしたら300円か400円で食べられるんじゃないかって。おお、じゃあしばちかの美人の友達を呼びますか、いっぱい。マジで今テンション上がったよ。マジかちょっとお金下ろしてきちゃおうかそんな準備しちゃうコンビニ行ってお金下ろしてきちゃおうかめっちゃテンション上がったじゃないですか。落ち着こう落ち着こう、ね、落ち着こう落ち着きましょう落ち着こう落ち着こう、その後また練習をしなきゃいけない、ね、そうですから、来れる方はねちょっと、はい、限られてるかもしれませんけど、うん、そうだな、どっかの駅まで来てくれたらさ、はい、車で何往復かして迎えに行ったりとかもできると思うんで、うん、とりあえず、まあ、町田ちょっと一番近いのはあれやっぱ淵野辺駅ですね。淵野辺俺すごいよく覚えてんだよ、なんか、はい、セミ丸の真正面で、うん、磯っちが淵野辺って言ったの、そう、私が思わず突っ込んでもらえた。そう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 交通情報の、いや、それ後日だよね、後日なんかで、ね、なんだっけ、なんかのことでなんかそういうことなんか普通の話をしてた時に、 その時にセミ丸の目をまっすぐ見ながら、うん、そっちが淵野辺って言ってその絵は本当に面白い。そうなんだ、どんな顔してたんだろうね。セミ丸、もうセミ丸はもうこんなんだそれ覚えてんだよね。それインパクトありますよね淵野辺事件、淵野辺国道16号淵野辺でって言っちゃったんだよね、ついね。そこでもその時はスルーだったね、大人な対応。さすがそこは言ったらまずいよね。そこ笑っちゃいけないから、ね、そこ情報番組だとそうそうそう笑いに持っていけないもんね。そうそうそう、どうしようかな、やっぱ淵野辺駅かね。淵野辺まで来てくれたら随時送り迎えしますよ。ただこれが終わってそれでウエストに向かって片付けて向かって、はい、
多分そうね、早く終われば早く行けるけれども、あのもうすでに俺が喋りすぎているので8時を過ぎているのでラストオーダーが10時半、ね、10時半なんだよね。11時閉店だったよね。ね、うん、出されますね、なんかあの雰囲気だと、うんうんうん、ね。でもまあまあまあ 10時半ぐらいまでに間に合うなと思った方は、はい、10時ぐらいに駅に来れれば、うん、なんとか行けるんじゃないかと、はいはい、まあ、あの事前にあの分かる人はなんかあれ連絡くれればね、うん、ツイッターにシャープ金曜ハミングとかであの行きますって書いてくれれば、それであと何時ぐらいに駅に着きますとか、はい、そういうの知らせてくれたら迎えに行ったりとかもできると思うんで、うん、あの集まれる人は集まって、それでみんなで、はい、パーッと、うん、金曜ハミングの有終の美を飾りたいなと、はい、思うわけでございます、はい、ね。だから今こっちではもう俺が今すぐ喋るのやめて、もう全部やめて、それで8時半、片付けも30分ぐらいかかるもんね。そうですね、なんだかんだね。9時、9時前に終わろうか ね頑張りましょう。それで9時半ぐらいには、うん、みんなで行って、はい、それでなんかあのまだ淵の目なんだけどっていう人とかを迎えに行ったりとかして、あのみんなあれ他のメニューダメよ、普通にコラボメニューコラボメニュー受けて、あのなんか追加オーダーはいいや、うん、追加オーダーは許してあげる、はい、追加とかなんかあのトッピングにあれ欲しいとか、はい、そういうのは自由にしてていいですよ、うん、あと先に行っててくれる人もいいですよ、はい、ずっと待ってることになるけれども先に注文しててもいいですし、はい、あとなんか居酒屋的なメニューもあるしね。そうだね、お酒が飲みたいという人は、僕はお酒飲まないんで、あの飲み代は一切出さない、飲みたい人は飲んでいただいても結構ですし、はい、なんかみんなでねそういうワイワイできたらいいなと思うので、はいはい、まあ、僕はでもこの4人がいれば十分幸せです。打ち上がる感じがなりますだから別に誰も来なくても何にも行かないと西さんがかわいそうだなとか思わなくても大丈夫だ、一緒になんか金曜ハミング応援してたから、なんか一緒に盛り上がりたいなっていう人が、うん、もし行ってタイミングの都合が合えば、はい、ね、ぜひ遊びに来ていただいて、はい、でみんなでウエストでその福耳コラボメニューを、はい、でこれから今日はだからその打ち上げも兼ねた、はい、感じで行くんですけれども、はい、毎週行きます。お、毎週、今さっきもみんなに言いましたけど、うん、これから1ヶ月は全員金曜の夜はそばが飲んだそうですね、通達が、うん、通達が通達ありましたじゃあ うどんそばうどんそばみたいな感じで、そうそうそう、ね、食べ、いや、あそこ丼物も美味しいしね、らしいですよね。この間ミニ肉丼とカツ丼のミニを、うん、あの親子丼もあったかな、あとかき揚げ丼とかもあった、ありました、ね、それはありなんですか。あ、いえいえ、全然あ、やった、じゃあ今日はちょっと丼ぶりの気分だったら丼ぶり食べて、全然いいですね、うん、だコラボメニューは絶対頼まないかんねよねコラボメニュープラス、ね、プラスはいいの、うん、今日はコラボメニューじゃなくてっていうのはダメなの。あ、そうなの、絶対コラボメニュー、コラボプラス一人コラボメニュー一個はもうマストなの。マストなのね、マスト、分かった分かりました。それプラス何かを頼む分にはいいけど、はい、ね、うん、はい、毎週これから1ヶ月間は金曜ハミングの後は行くので、はい、あ、じゃあこの日の金曜の夜だったらいけるなとかいう人があれば、あ、 そうですね、そこで合流してくれても、うん、先の予定がね、うん、そうだそうだ、構いません、どこかそこのタイミングが合うっていう人がいればね、はい、そしたら同じように最低70円は出すって端数分をそうあと100円か200円は出せると思うんだけどね、うん、まあ、そのあたりは基本自分で出すつもりで来てもらえればそうだ、ね、最初から西さんに払ってもらおうとして来られると払わない可能性があるまあそんな人もいないと思いますけどねいないと思いますけど、うん、もうでも来るだけでも大変だと思うんでね。そうですよ、交通費とかもかかるしね。そうなんですよ、うん、でも福耳コラボメニューが関東地方で食べられるの多分町田あそこだけでしょ、ね、と、はい、ね、だからぜひお越しいただきたいなと思います、はい、あと来た人の中でじゃあいいよ、もっと頼んでいいよ、その分全部出すよっていう人と、うん、あ、じゃあはい70円っていう人がいるかもしれない。どういうことですか。それはもう全て僕の
この趣味と独断と偏見とうまく皆さん西さんのご機嫌を取らないと。そうだね、そうだね。あともう単に好き嫌いね。やだ傷つく西さん大人になろうよそこはさ、それならもう一律70円がいい。そうだよ、そうだよいやでも分かっちゃいます、ね、あもう来れないってなるそうよね、うん、そうね。じゃあなじゃあじゃあもうちょっと均等にするわバランスバランスですね、うん、雰囲気とね、心を隠してそうするわ心を隠してってあとじゃあ毎週喋りすぎないように時間を、うん、そうだよね、気をつけないとね、うん、そうだよね、うん、気をつけなきゃいけない、はい、とにかく11月の、1ヶ月間だもんね、確かね、7日まで書いてあったかな、ちょうど丸1ヶ月だよね、うん、丸1ヶ月間の間はあの金曜ハミング、あるいはもう番組名がまさか途中で変わるとは思わなかったけどね。そうですね、夕焼けホット、はい、あとユーストホットが終わった後には今日除いたあと4回ぐらいはあるんですね。そうだね、うん、そこには行きますんで、はい、ぜひイソッチにつけば安泰とそうね、今向かってたりし て、おえ、ぜひぜひ会える、今から来ればね、うん、そうだね、だいぶ余裕がね、ちょっとあの駅からとにかく遠いんでね、うん、まあそういう人はあの一回あの どれが一番早いかとか、バスどれがいいかとか、バスとかもそっかあるのかな、その辺みんな、まあ、ザカさんに聞いてザカさん多分行き方は今ザカさんが知らせてくれると思います。ザカさん、ザカもうザ、それは全部ザカさんに聞いて、駅からの11月6日までだった。あ、6日までか、うん、交通担当、交通担当ね。あとなんかいろいろと、え、じゃあ西さん僕がいてこうあの300円しか持ってなかったら行ってもいいんですかとかそういういろんな細かいことはもう一切質問は全部ザカさんに、ザカさん、ザカさんに最初の部長もザカさんなんですね部長、そう、部長だから、ね、そう、窓口が坂さんだよね、うん、とこのファミリー11月6日まで、ね、6日までね、6日までですね、はい、ということなので、え、6日最後はいつ、日曜日、6日、だから4日の金曜日まであるってことじゃない、なるほどなるほど、じゃあ今日入れて5回、うん、今日入れて5回、ね、そこまでは毎週本当に福耳コラボメニュー限定で食べに行きますので、はいはい、食べ尽くそう。俺終わった頃にはもうそば食えなくなっちゃうかなそんなに続けてそば食ったことないもん。たまにおうどんにしてみたらどうですか。うどんってだって病気の時食べるものでしょ、ね、いやその考えどうなんですね美味しいですよ、普通にうどんも。そうだよ、それもありだけど、やめえ、どっから取っちゃう、どっちだよお前、分かるな風邪の具合の悪い時に食うのがうどんでいい。でも具合の悪い時になんかかき揚げうどんとか重いよね誰がかき揚げつけていいっつっていいなんか月に1回私うどん食べるけど、ね、あ、本当、あのね、大阪はカレーを作ったら次の日はカレーうどんなんですよ、うん、あー、なるほど、カレー月2回やったら月2回はカレーうどんなんですよ。そうなんだ、思い出した、俺あのカレーうどん食うわ。え、でしょちょ、食べてるじゃん。食べてる、食べてる。あのカレーうどんがどうしても食べたくなる時とかがあって、うんうんうん、あのジョナサンまで食べに行ったりする。へえ、ジョナサンでやってる。ジョナサンあんのよ、カレーうどんが。ジョナサン、それでメニューを結構見るじゃない、うん、それでカレーうどんがずっとね頭に残ってんだよね、うん、で食べて帰ってお腹いっぱいのまま帰って、それで朝起きて頭の中にまだカレーうどんが残ってんだよね、うん、それでそのまま食べに行ったことがある。あ、そういう時はあるわね。じゃあ大丈夫、うどん食うじゃん俺、ね、食べるじゃん病気以外でも食べれるじゃんそれもちょっと病気みたいなもんだけど、ね、だから1ヶ月間はもしあの富士そば行こうと思った人はウエストの方に来ていただいて、ね、はい、ちょっと頑張ってウエスト来ていただいて、ぜひ、ね、ぜひ福耳コラボメニューを、うん、ぜひ食べてください、はい、さあそれじゃあやりますか、もう数字をね、はい、イソッチが、はい、もうイソッチは本当に気の利く子でね、うん、今日番組の終わり際の方あたりに、うん、今日数字どうしようかな、イソッチちょっと考えてもらっていいですか、うん、考えてきましたさすがさすがですよ、ね、できる女は違うね、自分で言うけど言われるなんてよ、そう、きっと思ったんだよね。前も考えたことあったんだよね、はい、用意さえしとけば、まあ、なかったらなかったでいいやと思って、うんうんうん、素晴らしいよね、そういう生き方ができれば俺ももうちょっと違う人生そうね歩めた気がするんだけどね、うん、俺はもうなんかあの当たらなかった時がもったいないから考えないみたいな、そうした気がするから考えないみたいな、はい、そういうとこあるよね。ということでもうね今聞いております、はい、3桁の数字、3桁、あ、もう3人とも知ってんの、3
アンケートの数字。こちらでございます。うん、はい、大丈夫です。おお、俺だけ知らないんだ。そう。仲間外れ。仲間外れになった。まあいろんな意味で俺仲間外れだからね。仲間外れになってた方がいいし。あ、そうなの、ね。さっきそうだよ、イソッチの絵面を見て西さんに近づいてるって言われてたよ。あ、まあ返しました。西さんへのリスペクトが高まりますって。気をつけてちょうだい。あのね、でもライブが決まったって母親に言った瞬間に痩せろって言われて、うん、めっちゃ厳しいでしょ。でも私それから1ヶ月ちょっと頑張って、あ、そう、前回母親に会った時よりちょっとマシになったねって今日言われたの。普段褒めない人が成果が現れてる。私の夜のおやつを全部は我慢できないから、うん、やめる日とちょっと食べる日をして、そういうの大事だよね。できるだけマッションエレベーター使わないようにして、俺はそういうところが極端だから、うん、もう今日絶対食べないって決めて、うん、もう絶対食べないと翌日反動で買ってあるもの全部食っちゃう。わかる。でもわかる、ね、あります。反動が食べちゃう。よくないね、その加減が大事なんですよ、うん、ね、そう。これダメなのよ本当に。さあ、そういうわけで、はい、今日は数字をいそっちに考えてもらいました。はい、考えました。西さんはそば3玉食べるんでしょう。3玉いけそうです。西さん3玉ぐらい余裕でしょ。今日3玉いけますよね。前回2玉だっけ。先週2玉、うん、結構ペロッと。前回昼に行った時は1玉だけ食べた、うんうん、あれ、青鬼さんがホテルで牛飯丼食ってますって。お疲れ様です。お仕事終えて。お疲れ様です。え、まっすぐウエストに来るんじゃないの、青鬼さん。牛飯の食べてから来るんじゃないですか。食べてから夜食に。そうなの。そうじゃない、ね、もちろん来るよね。え、来ない、来ないなんていう選択肢はないと思ってたんだけど。ていそっちが言ってます。でもとりあえずなので多分来るんじゃないですか。カオリンの変わり身早っ。ていそっちが言ってますけれどもみたいな。全て私の乗っかるの早いね。だからね。いや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 。ね、あ、そう、青鬼さん、あれ無理、今日阪神が勝つと食っちゃいますよね。負けるとさらに食っちゃいますよね。そうなんですよね。今年よく負けたからね。551って何。違います。あ、なんだっけ、あれ、高麗の豚まんですね。高麗の豚まんね。ある時です、ね、はい、あれは美味しいよね。美味しいですね。画面で見てもいそっち確実にマジでめっちゃいい人。ピータローさん。イントネーションが大阪弁みたいな。今あのなんだっけ、あのブー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 って言ってるこのイントネーションだったよね。私人間ですね。そう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 、どうしよう、ついていけない。兄さん今日からない、今日達人なくなった。ねえ、ショックよね。めっちゃショックだし、すっごいテンション下がってたんですさっきまで、ね、これ新喜劇の話かな。悲しい、本当に達人頑張ってた。へこむわ。まっすぐ行ったら早くないですか、磯殿の言う通りですって。あ、じゃあ今ちょっと一休みして、これからよかった、ね、やっぱり来ないなんていう選択肢はなかったね。ないんだね。いや、あのだけど、あ、もったいないな、あそこのウエストの、あのなんだっけ、牛、あれ肉丼、肉丼美味しかったんだよ。ソフトバンクユーザーは今日牛丼ただですからね、いっぱい、ね、え、そうなんですか。 CM やってたよ、吉野家の牛丼、吉野家の牛丼いっぱいただ、うわ、そう、スマホ持ってる人、ね、今日使ってないですけど私も。ああ、俺そうだ。あ、俺この間 Wi-Fi を入れ忘れてたらさ、はい、初めて速度制限、そう、あと2メガで速度制限になりますっていうのが来て、うんうんうん、はぁって思ったら、うん、Wi-Fi ずっと切りっぱなしで。ああ、そうだった。私も速度制限かかって今日8日目なんですよ。え、いつ変わるのこれ。私あのね、うん、人によるんですけど月末で変わる人もいるんですけど、私10日なんですよ。だからポケットWi-Fi持ってこなかったら東京で誰とも連絡取れないと思った。あらららら。だからポケットWi-Fi持ってきたんですよちゃんと。でも速度制限はあっても電話とかは、電話は大丈夫なんですけど、とにかくメールとか LINE とか、あのネットができないんで、やっぱ、うん、え、ネットでも遅くってもできるはできるんですよ。めちゃめちゃ遅いですよその代わり。舐めたらあかんって感じです、本当に。あ、そう、うん、写真なんかとても表示できないです。へえ。 Facebook も全然開けないし、思ったら。だからブログ書きたかったからポケットWi-Fi充電満タンにして持ってきた。なるほどね、はい、あ、青鬼さんも達爺が亡くなったので喪に服してますって。そう、ね、切ないよね達爺。西さんそれポケゴーのせいですよ、速度制限。そういうわけじゃないですよ。Wi-Fi を入れてなかったからっていうね。 Wi-Fi を入れてないで Facebook とかずっと見てたら、そう、ずっとその回線を使っちゃってたんだね。だって俺使うのってさ、ここと
店とうちじゃん、うん、全部 Wi-Fi が入るところでしか使ってないから、うん、ほとんど、うんうんうん、わー痛いそれはね。まあでもいいやスーパーフライデーってやつなんだね。あそうそうそう、まあ使いませんけどって 来月はミスドなんですよ。えー、いいな。そうなんだ、すごい楽しみにしてるそれを。10日で1ギガ追加しましたって。あそう、お金払ったら追加できるんですよ。うーん、ソフト制限かかってても。だこっち来たタイミングで買っちゃおうかなと思ったんですけど、あなるほど、ね、私はポケット Wi-Fi で頑張ろうと思って。はい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 。さあじゃあ、はい、そうよ、そ数字、はい、お題をじゃあ決めて。お題今日どうしようかな。まずまずマイホームタウンのお題、明日のにしたいね。うん、じゃあイソッチカオリンがマイホームタウンで、はい、予想外の曲を、予想外の曲をやったの。ほう、何をやったでしょ う。おお、やる曲が出てきたらびっくりする、ね、顔色変えないようにしないとね。イソッチの1曲目がまさかのボンジョビとかさなんでよびっくりするで、ね、それシャトゥーザーハーって出てきて、うそどうしたイソッチびっくりだわ予想外すぎですよ。え、鍵盤ででしょ。そうそうそう、それでちゃんと筋肉みたいにそういうのやろうよ、それやりましょう。ちょっと音用意するの忘れちゃった、ちょっとだけ待ってて。はい、じゃあ皆さんこれからね、あのツイートするときに数字の0から9までの何か一つを頭に入れてから答えを書いてください、はい、で答えを思い浮かばない方は数字だけを1個ポンって入れていただいても大丈夫です、はい、これどっかに保存した方がいいの。ちょっとだけ待ってね。はい、待ってますよ。もうもはや私大阪の人にだんだんやっぱなってきてるんで、うん、ボンジョビ聞いたら中山筋肉しか出てこないですよいやそれがわからない。大阪の人にはなんかうんうんっていう感じなの。大阪の人バケットとアメ持ってかないとダメです。あーそうなんだ。最近ちょっとね、やっぱお笑いの番組を見る機会が多くてね、うん、面白そうだよねやっぱり本場、うん、大阪だとね、うん、っていうのと、私実家にいた時はやっぱり家が厳しかったので、うん、あんまりテレビを見てなかったので、もう何でも見ていいよみたいになったら、うん、ああこんなのもやってる、あんなのもやってるみたいになって一人ではしゃいで見ちゃうみたいな。結構なんかローカルの番組でも有名な芸人さんとかが、そこの地方ローカルだけの番組をやってたりとかするでしょ。今最近はやっぱ東京に出てた人が戻ってきて番組やったり、うん、今田耕司さんとか、あの雨上がり消したいとか有名な人が結構やってて、岡村さんもやったりする。岡村さんのやつが最高に面白いんですよ、大好き。なんかやっぱ大手局じゃないから、こう自由、そう、ね、自由にできるっていうね。そういうの見たいね。そういうのが見れたらいいのになと思う。まあね、こっちでも見たいよね、うん、だって向こう行ったら俺もうワイドショーから楽しいもんね。せやねんとかね。そうそう、やっぱ違うんだよね、こっちとはね。タミースのマサさんとかがやってるような。あの窓川ひろしさんとかもさ、うん、やってる、ね、用意の、もうあそこでしか見られないようなのがあるから。窓川ひろしさんが街ブラしてるんですよそうなんだすごい曲がいっぱい全部流してますね、今順番にかかってる。よし、音見つかった。よし、良いですか。はい、じゃあ行きましょうか。はい、はい、今日明日のマイホームタウンリターンズでカオリンそっちがやった意外な曲とは何でしょうか。じゃあスタート。そっちに押してもらって、そっちが押したらフルザブね。そっちが押したらフルザブ、はい、だそうです。はい、どっちがピンポンこっちでピンポン。あ、丸い指に当たったところが丸かったら、指に当たってる。分かった。そう自宅から町田のウエストまで歩くと徒歩1時間10分ぐらい歩くとね。1時間、誰さん。ハイデファイブさん。あーそっか、ちょっとねやっぱり 128kbps だったら昔のモデムとかよりは早いんじゃないの。そうなんですか、うん、詳しく分かんないけど144とかの時代ぐらい、ニーパッパとかそのぐらいだったから。さあじゃあ皆さんツイートして、川の流れのようにっていうのが来ましたね、はい、これ歌いそうだもんな。そうだね、普通に磯さんが歌うそれいけカープ、それいけカープ歌わないね確かに。夜はくねくねよく見たな、トミーズマサ懐かしすぎる。ボーンとビーワールド、じゃーん
ちゃちゃ。Want to be yours。 まさに Want to be wild な今めっちゃバイクがこれちょっとぴったりだね。後期が1曲目でサライいきなり今ダブル、フルザブ持ってた。西ザブフルザブダブルおめでとう、うん、ロマン鉄道君が代。面白いなジュネッサ君が代急にスーッと、まあ、あの幕が上がったら君が一曲目とみんな起立するよね脱帽ですね。ハッとしてグー、これも懐かしいな。寂しい熱帯魚、うん、振り付きで懐かしい。アホの坂田の曲、イソッチが天城越えを、天城越えとかね、うまそう。難しいからね、難しい。お嫁に行けない私、 UFO、酒よ、時には娼婦のようにこれも面白いね時には娼婦のようにおっさんが歌う歌よね。山崎箱呪い、コンコンコン、ナオミカムバック、祭り、夢芝居、あ夢芝居俺大好き、アレンジが大好き、六甲おろし、おフルサブ出ました。六甲おろしやっぱ出るんだねやっぱ出るんだねこれちょっとやっぱりちょっとブーはできない、そうだよね金太の大冒険懐かしいな、王ちんちん、酔いと負けの歌、千本桜、無双花、これをおさざるのね西ザブ、マイホームタウン、最初にやっちゃうっていう、あサミヤさんの開けチューリップ、水の星や愛を込めて、蛍の光フルサブ出ました一曲目一曲目何やんのかなと終わりみたいな早いもう早いよねそれ。お嫁サンバ、ね、相撲ジンクっていうのこれかな、ひさめ、ペンパイ、あペンパイナアポーペンね、昨日初めて見た。あ本当、保坂大魔王俺大好きなんだよね。すごいですよね、ミュージシャンとしてお前から好きなの。電線温度懐かしいな、あげる。私鉄沿線、野口五郎、五郎野口、鉄人28号、レイナ、日産の急にレイナ歌われたらビビる。そうだね、確かに突然熱唱、うん、私がおばさんになっても森高さんだもうマイホームタウンのカラーゼロやね。そうだね、急になんかみんな立ち上がって手拍子始めて、これもあげよう。ガッチャマンの歌、ソフトバンクの多田よしぎゅうだな、あさっきのやつかなあこれはなんだろう、大阪近鉄バッファローチャンステーマ知らない1分前です。千の風に乗って、スバル、アカネサス、難しいよ、宇宙戦艦ヤマト、ハンニャ水魚ダブルおめでとうございます。このぐらい今ちょっと止まってんだけど、うんこっちも止まってます、はい、うん、じゃあ時間的にはどう、ま、そうですね、あと30秒ぐらいかな、30秒ぐらいですって、うん、ドリフのずんどこ節、あとなんだろうな面白いの、この町、森高さんかな、森高さんかね、思ったより弾まないって難しいね。日産の前説が終わった後でそっちの前説で終了、うん、前説だけ10秒前、しらけ鳥音頭懐かしいな、電線音頭とともに出町柳から、出町柳から夜間飛行終了、終了です。先森の歌、東京音頭、うん、ピンクの小粒、行楽短っ、よしじゃあちょっとチェックしようかな、から関白宣言。俺さ初めて今日あのこの間知ったんだけどさ、はい、俺前にびっくりした怯えてるちょっと宣言するね、動揺しまくりじゃないですかヘッドホンもそら落ちるっちゅう山本譲二さんがさ、はい、あのハミングの前ってやってるじゃない、演歌そう歌謡曲ね、なんだっけ元気はつらつ、ね、そう元気はつらつ歌謡曲で、いつも最後にさ、うん、あのなんだっけ、ふるさとの歌だっけ、山本譲二さんが歌ってる、ほうふるさとの話をしようっていう曲でいつも終わるんだけど、うん、それが俺すごい好きで、はい、いい曲だなっつってて、
うん、で調べたらあの曲の作曲が木田太郎。へえ、そうなんだ。木田先生。何あるモーツァルト。へえ。木田太郎さんがそんななんていうの、いわゆる流行歌というか歌謡曲というか、うん、演歌というかを書いてるなんて知らなくてさ。確かに。びっくりしちゃったね。これすごいいい曲よ。皆さん聞いてみて。山本譲二さんが最近歌ってる。ふるさと。ふるさと。だったっけな。すごいいい歌なの。へえ。もともと多分他の人が歌ってたんだろうねきっとね、うんうん、その山本譲二さんバージョンを聴いてすごい好きになったの。花は咲くね、いい曲ですよ ね、 ね。ハレルヤ、これなんて書いてあるの、うん、五の木の香りって我もこう、なんだろう、読めない。スーダラ節も言うだけで、スカウリンがスーダラ節歌ったらちょっと面白い。いきなり確かに一曲目にイソッチの弾き語りのスーダラ節も聞いてみたいよね。弾き語りのスーダラ節じゃあバラードで、バラードで。さあじゃあ今日はこんな感じですね、はい、この中で当たりが出るかどうか、もう一個ぐらいやるか、なんかね、チェック終わりました、チェック終わりました。古谷先生から発表です。あと一瞬、はい、どうかな、あったかな、最後だよ、最終回だよ今日は、今日は最終回は、おなしでした、残念でした。残念。そうですか、もう一問ぐらいやりますか、やりますか、さっともう一問やろうか、はいはい、何しようかな、え、じゃあ何しようかな、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 じゃあ来週の新番組で、はいはい、カオリンがやらかしそうなこと、あー、いろいろあるよね、これ今のうちに聞いておくといいじゃないですか。今のうちにね、今のうちに聞いておけばね、うん、なんとなく、明日から1ヶ月間ウエストボックスの入り口に献花台が設置されるらしいです。なんで、さっきの何じいさん、何じいさんだよ。え、なんでだろう、その話、話、本当の話、じゃあとりあえず、はい、来週の新しい番組夕焼けホット839、はい、でもう初回ですから ね、 ね、はい、もうまずまたタイトルを今度間違い言い間違えないようにとかいう、 ね、 ね、曲明けとかでね、曲明けとかね、チッポロって言、ね、いそうだよね、やらかしそうな、はい、古谷香織がやらかしそうなことは、スタート、タイトルが変わるしね、ちょっとコーナーもちょっと変わるし ね、 そういうちょっとした変化が結構入ってくると、うん、全然関係ないところで間違っちゃったりとかするんだよね、うん、またその流れがね、ちょっとこう体で覚えられるまで、もう慣れちゃってますからね、うん、それのだから気をつけてるところは平気で、うん、その直後に気を抜いた瞬間になんかやらかすみたいな、ありそうね、ね、ここでみたいな、そこでみたいな間違いが、それを気をつけなきゃいけないですよ、うん、六甲おろしってなんで最初に改めましてって言って、いきなりドア頭で、ね、しいよ、改めてもいないし、あ、金曜ハミングを追悼してだって、あ、そういうことか、なるほど、新番組があるので、うん、ね、そうね、新番組に向けて頑張りますよ、うん、あれ流れてこない、そうね、なんでしょう、この最終回に異様にこの盛り上がらなさはゆっくりだよね、なんかツイートの流れが、ね、まあ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 、早めに終わってもいいしね、うん、夕焼けにゃんにゃん金曜日初回なのにいきなりの改めまして、さっきもやっぱ皆さん改めました、ね、印象が強いみたい、舞台の上でこけた、朝焼けホットと言った、夕焼けじゃなくてタイトルを忘れてしまいそう、うん、夕焼けホット839ミング
って言ってハミング混ざっちゃう、ね、どうしても言いたいっていう。これなんかわからなくないな、ね、うん、これ伸ばさないともう今ダメでしょね。泣くのかな最初。泣きあるみたいです。夕焼けホット839って言いにくい言いにくい、どうしよう。こういうところにも個性出るからね。そうだね、うん、これどうなんだろうね、どういう風に読むんだろうね、みんながどう読むかっていうのを聞いてみたいよ ね、それぞれに、うん、そうだね。そうなんだから俺それまでずっとフレア香織の金曜ハミングっていうのはもう伸ばすもんだと思ってたら、うん、あのシワシカが変わってやった時に金曜ハミングって言われてそうか、別に伸ばさなくてもいいんだよなと思ってそうだよそうだよでもなんか物足りないのよ、伸ばしてくれないと。私この間でもトワイライトハミングって あんまり、うん、伸ばさずやったよ。やってない人からするとハミングってこう伸ばすとなんかめっちゃ伸ばしてるよ、ね、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんですよ、ね、ちょっと違和感があるよね、やってないと ね、あれやっぱり慣れってそういうことなんだね。ということで胸焼けホットと間違えた。間違えるか金曜ハミングっていう、うん、金曜ハミング、チョコを食べきれず口の中に残ったまま CM が開けてしまって慌てた何それ。いや夕焼けホットアチサンキューミングが面白いんですけどね、うん、フレア香織の金曜ハミングと叫ぶ、うん、突然泣き出した。なぜなぜに、多分ディレクターからこう指示があって泣くやつですよね、天気予報の最初。なるほどじゃああげよう。西さん編集は終わってますかって、これ生で聞いてるの夕焼けホットヤクザと言い間違い、いや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 、タイトルが分からなくなって適当にごまかした、うん、こういう時たまに番組名ってことはないけれどもさ、うん、なんか時々人の名前が分かんなくなって、うん、特番の最中に今喋ってる人の名前が分かんなくなって、うん、まあそういうわけでじゃあもうね今日もいろいろ話していただきましたけどってやるときあるよね嘘ないよ夕焼けホット発作って言っちゃう。発作って夕焼けホットハートでって何これ、ん、タイトルを噛みまくる、曲紹介がみんなネイティブの発音でみんなネイティブならいいけどそうだよね、カオリンが言うのってドリームスとか急にだもんねドリームスカムトゥーでみたいな急に来るんだよね突然無意識にちょっと夕焼け小焼けで日が暮れてと一曲歌い切った。開口一番明けましておめでとうございます、あ1分前にします、カフはあげずにいっちゃうなんかそれ私がよくやるやつやっちゃうよ ね、 なんかね、やっちゃいますね。ほーっとーと伸ばす、伸ばすのはでもなんかそこじゃないからね、839だもん ね、 そうだね、夕焼けほっと839、839って言ってたじゃん何そのゆうやけホットハジサンキューすごい楽しそうな番組ですよね情報番組とは思えないで、それいいじゃないですか、なんか違う金曜日はもうこれでいこうってあーひふへほーみたいなハジサンキューって、カフを上げた瞬間にくしゃみ3連発、最近ちょっとくしゃみ出てたからね、終了でーす。最近なんか温度差がさ、うん、昼間暑くてさ夜は寒くてさっていうのでちょっとくしゃみが出てた。お晩ですでスタートゆうかけゆうにゃあーもう8、3、9怖い、やけになった夕焼けが出てこないってことこれ夕焼けが言えなかったんだねならねダブルですよ、そんなことないと思うんだけど焼けくそですよね、もう最後、うん、しばちかに乗っ取られる、トミーズマサ懐かしすぎる、なんでこれ急に、ね、これさっきのがまた繰り返しちゃう、いつもの癖でタイトル言っちゃって、うんうん、
金歯磨きとごまかす。歯磨きごまかし方がごまかせて839だアホっぽいって、それある意味見たい。ボンジョビアンドイソジさっきのね、うん、そうそう、なんでこれ出てくるの。なんかねピータローさん時々なんか書くものが出てきちゃうんだよね。多分あれだね、これがフェイスブックに上がってとかしてるんだねきっとね。そうなんですか。でそれがまた反映されてっていう感じになってるのかしね、うん、夕焼けサンセット終わり。はい、さあじゃあチェックしようかな。はい、チェックしましょう。はい、最終回にもかかわらず本当に盛り上がりのない意外とあれじゃないですか、皆さんこう行く準備をしてわたわたしてる。あーなるほどね、今ちょっとみんなタイムラインに集中してくれる？いや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 、動くよりもまず見てほしいと。今日はね、それでもなんだかんだで18曲かけられたのかな。すごい、あのリクエスト曲はね、ちょうどイソッチのとムツゴロさんがイソッチの曲をねリクエストしてくれた。はい、ありがとうございました。あとタミヤの最後の場所って曲もね。はい、リクエストいただいたりしてたんで、はい、現在の気温8度でした。さっきも返したけど、これはもう一回来たんじゃなくて、8度寒いね、うん、8度とか死んじゃいます。ムツゴロさんも今出るタイミングを見計らってます。あ、やっぱり頑張ってみんな。そうだよね、うん、つくタイミングが難しいよね。確かに、うん、皆さんとじゃあお初ですね、お初にお目にかかる。あ、そうだね、あの 3D、 ね、3次元のしばちか。そうだよね、あしばちかなんか今日ちょっとメイク濃いめじゃないの。かわいい。本当ですか、うん、完成度高くないの。本当ですか、よかった。いや特にあれなんですけど、いつもよりなんか合コンかなんかの会議です。お前合コンで遅れたとか言ったら許さない。そんなわけないじゃないですか。あ、でも聞いてください、私、うん、こんな感じのメイクにした時かな、うん、あの人生でこの前初めてナンパされました、うんうん、おー何すごい嬉しくて、あのやっぱ田舎もんからしたら、あの東京に出たら、うん、あの声かけられるんだろうなみたいな思ってたんですけど、この5年間全く声かけられない。そう、何なんだと思って。やっぱりどこか田舎州が出てんのかなとか思ってたんですけど、この前声かけてもらって、うわーってこうついてちゃった、ね、しかもあのすごいモサい感じの人か、あのすっごいチャラチャラした感じの、あ、姉さん 今何してんのみたいな感じの人だったら素通りするつもりだったんですけど、意外や意外で、うん、もうしばちかのめちゃくちゃタイプの、マジで、めちゃくちゃタイプの、マジで、もうかっこいいイケメンで、そう、すごいドラムみたいじゃない、ね、出会い出会い、わ、何この人と思って、うん、ちょっと立ち止まって喋っちゃいました。もうちょっとそこはやっぱり田舎の。いや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 、そこは素直に言った方がいいよ。そういうのどこに出会いがあるか分かんない。そうなんですね。もう古谷香織なんかそういう人たちへ出すオーラ半端ないから。えもうどの男も絶対な、あ、殴られるのかなって思うぐらいな。そんなことないよ、圧が来るから。だって香織私もそうやって喜べたらよかったかな。そうだよ、声をかけられて。そうだよ、なんか街で声とかかけられてもすごい怖い顔するじゃん。多分素通りかな、ね、素通りかな、ね、いや普段は私も素通りしちゃうタイプなんですけど、うん、タイプだったから、あの、いや、なんか普通に両耳本かけてて、うん、信号待ちしてたところ横から来て、うん、なんかこう下から来たんで、うん、なんか物を落としたのかなと思って、あ、で、あの片耳外して、うん、あのどっかしましたかって言ったら、みたいな感じで、ちょっと最近引っ越してきたばかでよく分かんなくてとかっていう感じだったんで、あ、道が分かんないんだと思って、そこでまず話を聞いちゃってからの、あ、ナンパだったっていう、それちょっとうまいなと思って。うまいね、うまいね、うまいですよね、慣れてるっぽいね、上級者、うん、いやでもおい、ダメだよ簡単にやらしちゃ、だからってそういういい男であればあるほどちょっとこうなんかちょっとあのなんかもったいつけるというか、
そういうのが大事よ。そうですよね。連絡先を交換した？してないです。なんで？すればよかったかな。もう一回ちょっと同じ場所行こうかな。もう一回同じ場所行こうかな。でもなんかちょっとね、どう思う？そっち。とりあえず交換するなら LINE だけだよね。なんかすぐブロックできるし。あ、そっかそっか。そうね。そうだね。そういう。女の子もでも圧倒的に LINE はすぐ教えてくれるんだってね。LINE は簡単ですよ。今ね。すぐブロックできるからとかと素性があまりわからないからとかね。そうそう、本当に。ね。私素性がわからないからこそ連絡先を教えたくなくて、うん、怖くないですか？怖いよね。正しいと思うよ、うん、でかつここ FM ホットにいるんで、うん、あ、そうだよね、変な軽率な行動できないし、そうよね、偉いと思って、うん、もう何も言えない、今何やってるの、どこで何してるの、うんうんうん、みたいな時も、うん、ラジオ局にいるなんて言えないし、うんうん、大学生です、うん、さらっと、どこに住んでるのって、うん、ここら辺ですこれでもさ、今怖いですよ。今はそうやって笑えてるけれどもね、うん、これがしばしか50歳とかになった時にさ、なんでいきなり50歳なの？あの時についていけばなんかちょっと勝手に独り身っていう想像なさってませんか？あの時にあの人についてしさえ言50でそんなに言ってないもうちょっとね70ぐらいですよ、ね、もっと若いと思うかも50 じゃあ70 70になった時にあ、それは分かんないのあるかなあるかな、あるの？いや、なかなかないでしょそういう機会。うん、でもナンパだけじゃないですからね、出会いは。そうね、そういうもっといい出会いもあるかもしれないし、ほとほとナンパしてくる男なんてね、そうだよまあこの中でうまく結婚できてるのはイソッチ一人、ちょっと待ってなんとなくカーリーもそうそうなんて乗ってるけどまあお前に何が分かるって話だよね。そうだよね、私もうちょっとオープンにすればいいかなもうシャッターの閉め方半端ないもんな。そうだね、もうだね、もうちょっとカシャーッ、なんかちょっととか言われるとふんって怖い、ほらもう怖い、この目この目で見られてそのまま突っ込んでいける男がいないですよ。ちょっとよほど自分の容姿に自信がある方じゃないといかないです ね。そこを突破できた人だけがあどっちかなんで、だからそういう自分にちゃんとプライドがある、自分がモテるって分かってる人は、あのプライドがあるから逆にいかないし、あ、逆にそこを突破していっちゃうやつってこう空気読めないやつだったりするじゃないですか。確かに、どっちに行ってもダメなんだよね。いやでも古谷さんのこの美貌があるからこそそういうツンってした何よっていう態度ができるんですけど、しばしかがそれをやったら お前なんだよみたいな、お前その容姿でなんだよその態度みたいな。そんなことないって。俺大体2人組の女子にさ声をかけるとさ、絶対可愛い子の方が私はいいけどつって、お前じゃないよってやつがどうしようかな本気あるしねみたいな、ビビじゃねえよお前はいいんだよ帰って。でもあれは2人組で可愛い子と可愛くない子がいたら、はいはい、可愛くない子ってなんとなく可愛い子守らなきゃって思うんですよ、ね、私そうなんですけど、ね、思いますね。もし香織ちゃんといて声かければ私は香織ちゃんを守るって絶対なんですよ。なるほど、ね、そう。でも俺もそれを何回か繰り返した後に、その可愛い子と可愛くない子がいたら可愛くない子を誘うっていう方向に行くことにしたの。なるほど。それでその子が、じゃあちょっとどうする、ちょっと行くみたいになると、うん、絶対その子はもう、ほっといてもついてくる。確かに確かに。確かに。まずこっちのどうでもいい方にものすごい一生懸命。何を研究してるんですか？ものすごいこうアクセサリーを褒める、アクセサリーを褒めるとか。服を褒めるとか。うん、そういう風にしてたね。大変ですね、男の人も大変本当だね。何の話だっけ。本当だよ数字チェック終わりました。数字チェック終わりました、はい、それでは古谷先生から発表です。最後くらい出てほしいよ ね、 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 ね、出てくれていいんだけどな。さあどうだ。あれ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 、残念。残念です。なかなか当たらないね。ね、まあ、甘いもんですね。まあでもまた来週からやるから。そうですね。これが最後じゃない。そうだね。また同じことやるから。名前が変わるだけだ。名前変わるだけ。ずっと内容一緒だから。だから今日はもうあれで、ね、行かなきゃいけないから、はい、終わるよ、ね。ご飯食べに行かなきゃね。集まれる人はぜひまだ間に合うと思うんで。はい。ね。
町田の淵野辺駅まで、横浜線の淵野辺駅まで来てくれたらお迎えに上がれると思いますので、はい、ぜひ、町田のね淵野辺、淵野辺まで、淵野辺って言って検索しても出ない、淵野辺ですから、福耳コラボメニューを、はい、ぜひこれから食べましょう。そして今日はあの金曜ハミングとして一応ラストの回ということで、はい、ちょっとした打ち上げみたいなのを兼ねてね、はい、皆さんと お会いできればと思いますので、よろしかったら遊びに来てください、はい、じゃあ来週数字の発表しときます、ね、数字の発表しなきゃいけませんよ、ね、はい、イソッチが考えてくれた、はいはい、今日の数字はこちらです、こちらです、じゃん、506、はい、何506、何の数 字、我が阪神タイガースが今年1年で積み上げた得点の数でございます。ん？だってだそうです、うもう本当に普通の大阪のおばちゃんに阪神ファンですすごいね、青鬼さんそろそろ向かいます、じゃあお待ちしてます、よろしくお願いします、待ちしてます、ということで今からでも間に合いそうな方はね、ぜひ遊びに来てください、はい、じゃあいよいよ明日に迫った、はい、マイホームタウンリターンズ、はい、皆さんお待ちしておりますので、はい、夕方5時半オープンの6時スタート、はい、2500円チケット、T シャツ付きのドリンク別です、はい、出演は鈴木圭一、タミヤ俊彦、磯優子、古谷香織、はい、アンドザマーズ、はい、まあ、ザマーズ、ザマーズは一番手なんで、ね、はい、ザマーズはいいんですけどタミヤさんとね、圭一さん、あの、はい、あれだよね、この間リクエストがあったチャラヘッチャラをやるってやるみたいですね、そうそうそう、うん、なんかラジオでね、アコステで言ってた、うん、アコステで言ってたんで、うん、アコステでも言ってたか、そうか、うん、ラジオで言ってたんで、言ってた、うん、でそれでさ、それが土曜日じゃん、ちょうど、はい、だから、うん、終わった後にマイホームタウンラジオの生放送が1時からでしょ、はい、そこで誰かが参加できてもいいよねっていう話をしてた、はいはい、俺は来るよっつったのよ、俺はあの宅やるから、あの誰かゲストとかがいて一緒に盛り上がれたら、うん、またそれも楽しいよね、じゃあもしかしたらまた、ね、そっち、それから私ね、もうでも俺もうボロボロやと思うけどね、日産ね、日産ね、それで日曜ライブ、あ、月曜ライブか、そうね、その間にでもなんかやらなきゃいけないこともいろいろあったりして、いっぱいあるね、さあそして今日、10時からのミュージックボックスは、はい、古谷香織の回でございます、こちらもぜひお楽しみください、この間の月曜ハミングの生放送の後だったので、ね、後だったね、ちょっと収録順を入れ替えて、そうそう、結構ボケボケなことを、あ、でも放送上は平気なのか、カットしてやるよちゃんと、うん、もなかったように、まさかあのね、曲のあのライブの方でね、うん、やってるハミングが聞こえる、だから今日はね、うん、あの最後でしたけれども、はい、曲がかあの番組のテーマとしてかかったのがね、はい、まさかそれを3回もやるはめなの、そうね、なんで3回やったんですかそれは聞いてもわからない、分かんないか1回しかやってない、ね、そっか、そうだね、はい、まあ、ここだけの話ですけど、香織さんが途中で固まったフリーズした、ね、電池が切れたんだよ、ね、それまでのこうなんか緊張感、生放送をやった後の緊張感がプツって切れて、歌詞が全く出てこない、2回目はマイクのトラブルでノイズが乗るっていう、うん、3度目の正直でした、それでその後一回やめて、うん、次の他の曲をやろうっつって、そうそう、で最後に別の曲をもう一回、そうそうそう、最後にその曲をもう一回やったんです、うんうん、あ、大丈夫でしょということ で、 そうなんです、まあ、放送的には大丈夫、大丈夫です、感じらしいんで、それをもう一回続けたら、うん、最初カオリンが歌詞ます忘れて、うん、で機材トラブルでマイクのノイズ、まあ、これは言ってみればタムタムが、まあ、管理してる、まあ、まあそうですね、管理的にね、それじゃ次俺の番じゃんっていう感じになるんですよ、なんか、そうだからちょっと違う曲先にやろうそう、だからこれ続けてもう一回やったら絶対俺が何か間違うっていう流れになるじゃん、それを断ち切りたくて他の曲にしたのね、はい、そんな裏話もありますけれども、はい、放送上は大丈夫、放送上は綺麗に3曲続いてます、はい、よかったら10時からの放送も聞いてください、よろしくお願いします。さあじゃ あ、 みんなでこれから、はいはい、ウエストに向かっていきます、お急ぎで片付けて、はい、片付けていきますので、はい、この今今ちょうどカメラにシャツが映り込んでおりますけど、うん、右腕がこうやって番組が変わると一番大変なのはこの人、そうですよね、お疲れ様です、ね、だからそれはもうね、過去のことはどんどん忘れていきますよセミマルが出てたかどうかなんて
そら飛んでいきます。10年前なんですね。10年一昔ですか。一昔だよ。来週の11日からはそんな新しい番組が始まります。はい、夕焼けホット8サンキュー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ今日も最後は、これどうしようかね。また帰る今度からエンディング、最後のエンディングね、そういうのもどうしましょうかね。みんなのご意見を聞きつつで、うん、もしかしたらだから今日はこれが最後になるかもしれない、かもしれない、ね、もしかしたら、はい、ユーストハミング、今日は芝地下とともに、はい、いそっちにゲストに、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ずっとね、ユーストリーム始めてからすぐに、さっきの人もメールでも来てたけど、最初の頃は英語のね、うんうん、まだユーストリームエイジアが立ち上がったばかりぐらいのところだったんで、その時から聞いてくれてる人とかね、ユーストリームも盛り上がり始めた時だったんでね、スタートしたばかりだったんで、いろいろ思い入れも皆さんあると思いますけど、はい、なんか寂しいよね、山作戦の僕のマハゲもね、うん、今やってないし、今度またちょっとなんか何周年かになるんで、あ、やるみたいですね、ちょっと YouTube ライブかなんかでやるみたいですから、はい、僕もそれも楽しみにしてます。そんなユーストリームでのつながりでもあるんですよね、まこさんの、うん、RKK とのつながりっていうのはね、はい、ですから今日はこれから1ヶ月間まこさんの福耳のコラボメニュー応援していきたいと思います、はいはい、皆さんぜひ金曜日都合合うときはぜひ一緒にまた行きましょう、うん、ということで明日は町田ウエストボックスでお待ちしております。待ちしてます。この後はウエストでお待ちしております。待ちしてます。皆さんお会いしましょう。お相手は西健二と古谷香織と柴田千佳と磯優子でし でした。さよなら、ありがとうございました。ハミング長い間ありがとうございました。ありがとうございました。